さんこんにちは、 MSS プロジェクトでございます。さあ今回ですね、来ました、はい、MSSP 辛いものシリーズ。出てきた、はい、数々の辛いものを食してきた我々でございますが、今回はなんとコメントの方からですね、うん、これ辛いよっていうものをですね、はい、ちょっと教えてもらったので、うん、そちらの方をちょっとね、じゃあ試してみようじゃないかと、はい、思いまして、購入してきました。こちらです。どーん。お、ほう。はい、こちらですね、ブルダック、炒め麺だったかな。ブルダック炒め麺、海外の、はい、海外、そうですね、韓国の、そうですね。こちら話によると、はい、もうインスタント市場で一番辛いんじゃねえかと言われてるらしいです。だからもうに日本のとか海外の含めても、うん、こいつが一番辛くてもおかしくねえよって言われてるぐらい。そんなに辛い。辛いらしいです。ここに後ろにだってよくわかんないけど辛さのタイみたいな。本当シューみたいな。シューって書いてある。シューみたいなのがいい。そんな千何本シューって書いてあるね。だからこれのそもそもその激辛のやつがあって、これは超辛らしいですから。その中でも一番辛い。で辛いもの好きの韓国人の間でも辛いと言われるほどの激辛ラーメンです。あ、やばそうだな。これ今回もね、これ食って FB が汗だらだら出たら、まあ、辛いってことでしょ。やらせなしっていうの、まあ、まあそうですね。でこれ汗出なかったら、うん、やらせ、あ、こいつやったなやったなと。だからもうだってジエンドよりは辛いはずだもんね。はい、ってことは、はい、じゃあ早速作ってみましょう。はい、はい、さあでは早速作っていきましょう。おい、じゃあまず中身見てみましょう。まあ中身は普通の中身だけどね、言っても乾麺でしょう、うん、ここから切る。よいしょ。あ、でも結構でかい。結構麺でかいな。でかいよ。あ、まあ焼きそば的なやつ。あ、でもうあと、まあ、袋は2袋ですね。これ何？あ、それふりかけ。あ、これふりかけか、うん、で、こちらはソースですね。これがだからめっちゃ辛い。あ、そうだろうね。はい、じゃあ早速ですね、作り方としましては、うん、まず茹でて、うん、で茹でたらその麺を今度フライパンで焼くみたいな感じらしいんで、はいはいはい、じゃあもう入れちゃってください。まだちょっと早いかな。少し待て、もうちょいなんだけど。何分か。5分。結構これそのまんま鍋でずっと茹でてるけどね。ほんとだ。ルールがわかんない。この絵がわかんない。絵的にはこのままラーメンでずっと茹でてる、ね。そうそうそう。でもこっちはパッケージは完璧にフライパンでやってる。そうなんだよね。どっちが正しい？ああ、もうラーメン的な感じでもいけるってことなのかな。まあまあまあ、どっちにしろだからラーメンにできるとしても、うん、この炒めた方が絶対辛いから。うん、よし、じゃあやってみましょう。いただきます。5分。5分ね。はい。はい、じゃあ5分間待ちましょう。さあ5分経ちましたので、はい、お湯を捨てましょう。でお湯ですが、はい、全部捨てるんじゃなくて、うん、ほんのちょっと大さじ8杯分残すらしくて、はいはい、まあでもそれでもちょっと甘く湯切りするぐらいだと思うんで。そうだね、まあ、このまま鍋に麺ガーって入れて、あとちょっとお湯入れればいい。ああなるほど、そうしますか、はい、こんなもんか、はい、でちょっとだけお湯加えるぐらいストップでジョバーって。こんぐらい。まだまだじゃない。全然違う。大さじ8杯で、ね、おーいって感じだね。かな、うん、あ、じゃあとうとう入れちゃいますか、この激辛物元。物元、物元、物元みたいな。じゃあ入れちゃいます。どうぞ。うわー、辛そう。これある感じの激辛で、まあ、でも色は当てにならないから。色は今までの経験。そうそう、でもこれ熱した時結構来るはずだよね、激辛だったら。いや結構匂い来てますよこれ、うん、結構美味しそう。スパイシーな匂いがしてってるわ。あ、だいぶ水分飛んだね。こんなもんね。急に飛んできた。いいんじゃない。よし、じゃあ切りますか。はーい。じゃあ、ふりかけを。はーい。おー、これだけ見るとちょっと美味しそうじゃない？うん。もう卵の黄身とか入れたくなるの。あー、確かに。これいいか。じゃあ、これちょっと混ぜて。できたわ。できたー。あ、全然。じゃーん。美味しそう。太いね、ちょっと。そうだな。太いですね。麺が。じゃあ食べてみますか。はい、箸。別にそんなに辛そうじゃないな、ぶっちゃけ。そうだね。匂い的にも。匂い。ああ、まあ辛いものの匂いだわ。うん。はい、じゃあ早速いただいてみようと思います。じゃあいただきます。まあ俺らなら余裕やろ、もうこのレベルだったら。どうすかね。オルランです。よし、あお。じゃあいただきます。いただきます。じゃあいただいていきましょう。え、やばい、うん、
はるれ辛いわ。ちょっと待って、ちょっと見せてこう。辛い、うん、辛いわ。辛いいたた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 牛乳くれあ、これすぐ辛さくる。これ瞬発力パダイね。なかなか辛いね。あ、これすごいわ。これあ、辛っ。わかりやすい辛さ。あ、わかりやすい。すぐくる。ああ、痛えわこれ。あ、これはジエンドより上だわ。全然上、うん、あれよりは全然上だわ。これもうなんか満足したかな。辛い辛い辛い。すごいのがこんぐらい辛いとこの時点でもうみんな咳込んでもいいレベルの催涙ガスが発生してもいいのに、やっぱこうやってちゃんと作るように作られてるのか、それは出ないもんね。なんかデスソースだとさ、結構後からさ、うん、辛さくるけど、うん、ほんとこれ速攻くるな。しかもね、これ面白いこと、むせるような辛さじゃないんだよな、うん、いや、だし、味いいんだよ。いや、味は美味しい、普通に。あー辛い。でも牛乳と食べるといい感じやね、やっぱ。牛乳と炒めればいいんじゃない。まだ始まった。すごいマイルドになる。あ、そうだ、来てます。あー、来てる。あの、僕今、あれですか、サングラスも何も見えてない。来てる来てる。これやらせなしですね。お前見したるか、これ。おー、ほんとだ。今これ結構食ったらやばいでしょ。じゃあ、今も伝えたい。なんだかんだ言って、お前すごい体勢できつつあるな。まあ確かに、鍛えられた感はあるわ。それに控え、俺なんか言っとくけど、今食ったぐらいで、もう明日偉いことになる。ケツが？そう。あー辛い。でもこの箸を見つ。まあ、辛い。うわ、すごい。しばらく見ない間に汗が。もう来た来た。全体に。はい、というわけで、今回は超辛いこちら炒め麺、食べてみました。単純にものすごい辛いものが好きな方はね、おすすめです。普通に美味しい、うん、食品として牛乳を飲む。それでなおかつやっぱり確かにインスタント今まで我々食べた中では一番辛いと思われます。そう、瞬発力が本当にすごい。ガーンってくるね、辛さが。もう襟足ね、汗が流れてくる。というわけで皆さん、ぜひいかがでしょうか。今回もやらせなし。皆様、動画をご覧いただき誠にありがとうございます。ありがとうございます。MSS プロジェクトはですね、YouTube そしてニコニコ動画にチャンネルを持っていますので、ぜひご登録の方お願いいたします。お願いします。はい、チャンネル登録のボタンは多分、ここら辺にあると思いますので、ぜひ、登録していただけると大変に幸いでございます。あと下のですね、説明文の方にもですね、いろいろリンクとか載ってますので、ぜひそちらの方でも、ご登録をお願いできれば幸いです。うるさい。